出てました、出てました、シャンクス陰謀論がツイッター見てもいっぱい出てました。どうせこれ6時に上げるんですけど、どうせ出るんです。 YouTube に6時頃からいっぱい、シャンクスが欲しかったのは悪魔の実の能力だけだったとか、シャンクスが守りたかったのはルフィじゃなくてゴムゴムの実だったとか、そういう陰謀論が絶対出るんです。やめてください、シャンクスが悪いやつなわけないじゃないですか。どうしちゃったんですかみんな。シャンクスですよ、1話から見てる僕たちのお兄さん的存在のシャンクスですよ。ない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 、陰謀論とかなくてあってくれ、ない方向でお願いします。ないって、だからないって言わないでおこう、見たくもないんだ陰謀論は。見たくもないんです陰謀論は。安いもんだ腕の一本ぐらいは。あれがゴムゴムの実を思ってのことで言ったとかね、書いてあるの見ましたけど、ないからそういうの本当に。シャンクスは友達とか仲間をめちゃくちゃ大切にしてて、その一人のルフィを思ってのあのセリフなんです。陰謀とかやましい気持ちは一切ありません。1話見た時の気持ち思い出してください皆さん。あの時のピュアなあなた輝いてましたよ。それがどうしちゃったんですか、社会に揉まれて、いろんなストレスに揉まれて、もしかしたら悪いやつじゃないかって思い始めてる皆さんの、その心に曇りガラスになってるやつ、そこを恥じてください。シャンクスはいい人です、絶対にいい人です。頂上戦争でルフィがエースなくしちゃって泣いた時、あれのことを思ったシャンクスも泣いたっていいんだと、泣いた男は一人前になると、そう言ってルフィのことを思ってたんですよ。ゴムゴムの実とかは一切気にしてないですよ。もちろん最初手にした時はゴムゴムの実は絶対手に入れなきゃいけないと思って手に入れた、敵戦からだけはそれをルフィに食べられちゃって、でもそれでいいやと思ったんですよ。だって仲間だから、大切なルフィだから。だから最初はシャンクスは手に入れたかったと思ったけど、ルフィに渡るぐらいならいいやって、次の時代にかけようってそう思えたから、ルフィのことを今でも思ってくれてるし、いろんなところでちょこちょこ描かれた時もやっぱりルフィ絡みのことが書かれるんですよ。なんでマリー・ジョアに来たかは分かりませんよ、そこまでは聞かないでください。でもとにかくシャンクスが、でもやっぱりシャンクスが悪いやつっていうのはどうしても思いたくないです。そうですよね、普通のワンピ読者だったらそう思うと思うんですよ。すいません、涙が止まらないですけど、でも泣いてっていいんだって、泣いたっていいんだって言ってくれた人がいるから、これで一人前になるんだと思って、僕はもう虹の父親ですけど、みんなの前で涙を流せてます。どうですか、いいですか皆さん。シャンクスは二人います、散々言われてますよね、双子説とか。私はですね、その動画撮りました、今度出すんですけど、もう今言っちゃってます、双子説押してます。それぐらい僕らが知ってるいいシャンクスはいいシャンクスであってほしいんですよ。そうですよね皆さん、陰謀論とかマジでやめてください。もう今から陰謀論とかな言い出したらな、毎回もう名指しで問い詰めていくからな、他のワンピース考察者もみんな餌食になるからな、こうやって問い詰められる恐怖、今から準備しておいてください。毎回問い詰めていくんで、僕らのシャンクス、もう裏切られるのは漢字うろで最後にさせてください。漢字うろで、あれ8年9年ぐらいでもかかってたんですよね。それであんなショックだったんです、耐えきれない、情緒がおかしくなりそうで、おかしくなったんです現に。それなのにシャンクスが悪いやつとか、シャンクス陰謀論が本当だとしたら耐えれません。
どうにかなってしまいそうです。小田先生よろしくお願いします。そこだけはストップしてほしいです。僕だけじゃないです。僕のワンピースファンの友達で赤髪のシャンコさんっていう女性がいらっしゃるんですけど、髪も赤く染めてる女性です。その方が、そういった方々がこの世にはいっぱいいらっしゃるんです。シャンクスに人生を左右された、シャンクスが最推しだっていう方がいっぱいいらっしゃるんです。その方々の気持ちどうなりますか。シャンクスが陰謀者だったら、シャンクスの陰謀が渦めいてるとしたら、かわいそうです。赤髪のシャンクさんかわいそうです。他にもたくさんシャンクス好きの方知ってますけど、みんながかわいそうです。だから本当に裏切りっていうのは勘十郎だけで収めといてください。この動画上げるの嫌です。お父さんですよねとか言われるし、近所の人も YouTube 見てるってこの間分かったし、近所の人と挨拶するときは普通の髪切りなんです。だからやめてください。見られるんで、こんな風にさせないでください。シャンクス違う、シャンクス陰謀者、シャンクス陰謀を唱えてる皆さんに今言ってますからね。シャンクスは悪くないですよ。シャンクス好きですから。シャンクスの陰謀論を唱えてるあなたですよ。あなた。もう今日上げちゃいましたか、動画。問い詰めますからね。これを見てる方々、この人が赤髪陰謀論唱えてましたよってお知らせしてください、僕に。問い詰めていきますから。よろしくお願いします。チャンネル登録よろしくお願いします。